皆さんこんにちは。桜美林大学オンライン型オープンキャンパスが始まりました。今回の配信では入試の対策や学生生活のことなどを正午までの2時間、内容盛りだくさんでお届けします。気になることや質問などがあればコメント欄にぜひ書き込んでください。一緒に今日のオープンキャンパスを盛り上げましょう。今回司会を担当しますのは桜美林大学リベラルアーツ学群2年小林麻衣久です。それでは早速ですが本題に入っていきます。桜美林大学には町田キャンパス、新宿キャンパス、東京日向山キャンパス、多摩キャンパス、プラネット淵野キャンパスの5つのキャンパスがあります。今日はこの配信と同時に各5キャンパスで大学型のオープンキャンパスを開催しています。大学型のオープンキャンパスでは学群ガイダンス、キャンパスツアー、個別相談などキャンパスに来ないとわからない魅力あふれるプログラムを多数ご用意しています。10時からのこの配信では桜美林大学の各キャンパスを VTR でお届けします。今回は全部で3つのキャンパスをご紹介します。まずは新宿キャンパスです。2019年に開校した新宿キャンパスはビジネスマネジメント学群が設置されています。今回は新宿キャンパスで活動をしている学生団体サクラーズの皆さんに紹介していただきます。それでは VTR どうぞ。皆様こんにちは。ビジネスマネジメント学群3年サクラーズの北島大地です。本日のキャンパスツアーを担当させていただきます。よろしくお願いいたします。こちらはナレッジクラウドと言います。新宿キャンパスの図書館兼 PC 室となっております。新宿キャンパスはペーパーレスを推奨しておりますので、こちらには紙媒体の図書が一冊もございません。また紙媒体の図書が欲しいなと思った際は町田キャンパスの図書館から紙媒体の図書を郵送していただくことができます。こちらはフードレクチャールームです。桜美林大学出身で歌う料理人と知られている森野熊八先生がフードビジネスの授業を行ってくれます。実際に熊八先生の料理を食べることもできます。こちらはグループラボです。学生はファミレス席とも呼んでいます。またこちらにモニターがあるためパソコンをつなげてプレゼンテーションの練習をすることもできます。こちらは小教室です。主に TOEIC の授業だったり日本語表現の授業で使用されています。もう一つ仕様が違う教室があるので行ってみましょう。仕様の違うもう一つの教室にやってきました。こちらは椅子と机が一体化になっているアメリカン式を採用しています。主にコミュニケーション英語の授業で使用されています。さて次はセンテナリアホールの前にやってきました。それでは中に入ってみましょう。こちらはセンテナリオホールです。センテナリオという言葉はポルトガル語で100周年を意味しています。また収容人数は538名です。新宿キャンパスで一番広い教室となっています。こちらは大教室です。主に講義形式の授業で使用されます。モニターが設置されているので後ろの席に座っても授業の資料を見ることができます。キャンパスツアーにご参加いただきありがとうございました。少しでも新宿キャンパスのことを知っていただけましたか？本日キャンパスツアーを担当させていただきましたのはビジネスマネジメント学部サクラーズ3年の北島大地でした。ありがとうございました。
いかがでしたか？環境に配慮した図書館やフードビジネスの授業のための施設など設備が整っていてとても学びやすいだろうなと思いました。続いては東京日向山キャンパスです。日向山キャンパスは芸術文化学群が設置されています。芸術文化学群の演劇ダンス専修、音楽専修、ビジュアルアーツ専修、それぞれの専修に充実した施設が設置されています。さらに去年の4月にはオービディン芸術文化ホールも開設しました。今回は日向山キャンパスで活動している学生団体さくらメイトの皆さんから紹介していただきます。それでは VTR どうぞ。皆さんこんにちは。芸術文化学群音楽専修3年の矢田貝です。本日はここ東京日向山キャンパスを案内していきたいと思います。こちらは A 棟にあるカフェラウンジです。奥で学食であるお弁当の販売を行っております。お弁当にはワンコインで食べられる日替わりランチや丼物などがあり、私もよく購入して食べております。窓側の席にはコンセントがついていて、充電しながらパソコンなどを使うことができます。ここでレポートなどの課題を行っている生徒をよく見かけます。こちらは正面エントランスを入ってすぐのところにある日向山キャンパス事務室です。学生生活をサポートしていて、奨学金や資格の手続き、授業管理や落とし物の管理を行っています。学生証の再発行や就活、帰省で地方に行く時に使える公共交通機関の学割の発行ができる機会もあります。こちらは B 棟です。このようにずらっと講義室が並んでおります。こちらの講義室は一番広い部屋で約120名入ることができます。座学の授業などで使用され、私も必修の授業を受ける際に利用しております。こちらは2階ですが、上の3階にも同じように講義室がずらっと広がっております。こちらは C 棟、ビジュアルアーツ専修の学生が主に利用する棟です。そしてこちらは PC ルームです。 Mac のパソコンがたくさん置いてありますね。他にも Windows のパソコンが置いてある教室もあります。1年生の必修の授業ではコンピューターリテラシーという授業があり、ワードや Excel、PowerPoint の使い方を学ぶことができます。大学生になるとレポートやプレゼンテーションをする機会が増えます。作り方や書き方がわからないと思う方もいるかもしれませんが、授業で教えてくださるのでとてもありがたいです。そしてこちら工房で、こちらの工房にはレーザー加工機や金属の溶接設備のできる機械などが整っています。木材、金属、プラスチックなどの素材を使ってものづくりをしているそうです。他にも版画や彫刻、陶芸、洋画、日本画のアトリエがあります。こちらはスタジオ1です。多彩な映像作品の撮影をすることができ、ホリゾント膜とクロマキー膜があります。ホリゾント膜とは白い膜のことで、舞台上やスタジオ上の方法で使用される膜です。照明によって様々な色に変化します。一方クロマキー膜は合成処理ができる膜で、テレビなどでよくグリーンバックと言われている膜です。こちらは D 棟、演劇ダンス専修の学生が主に使う棟です。このように演劇実習室がずらっと並んでおります。床がフローリング、木でできている教室とリノリウム、ビニール素材でできている教室があります。フローリングの方は狂言や日本舞踊の授業で使われています。一方リノリウムは衝撃を吸収する素材となっていて、体への負担が少ないです。こちらはスタジオ2です。とても広々とした空間となっていますね。こちらのスタジオでは主にダンスの授業や稽古などで使われています。前面が鏡張りとなっていて、自分たちの体の動きを目で見て確認することができます。
スタジオ3です。こちらのスタジオは演劇の公演や稽古を行う場所です。照明や音響、キャットウォークが完備されていて、まるで本物の劇場のような作りとなっています。キャットウォークとは、裏方、スタッフの方が動く細い通路です。キャットウォークがあることによってスタッフの作業も学ぶことができます。こちらは E 棟、音楽専修の学生が利用する棟です。こちらにレッスン室があります。入ってみましょう。とても広々としたレッスン室ですね。こちらにはグランドピアノが2台あり、ピアノのレッスンの授業で用いられております。私もピアノのレッスンはこちらの教室で受けております。こちらは E 棟にある練習室です。アップライトピアノが設置されています。ピアノはもちろん声楽、器楽など実技系の練習をこちらの練習室で行うことができます。同じような練習室がずらっと合計28部屋ございます。音楽専修の学生はこの練習室にこもって練習していることが多いです。こちらは E 棟1階にある合奏室です。とても広い教室ですね。こちらの教室ではオーケストラや弦楽合奏、ゴスペルなどの授業が開講されています。隣には録音コントロールルームという部屋が併設されていて、こちらでの演奏を録音してそのまま編集するといったことが可能となっております。録音・編集を中心とした授業も開講されています。こちらは先ほどの合奏室よりは少し狭いアンサンブル室です。合唱の授業であったり、打楽器のレッスン、ジャズポピュラーアンサンブルなどの授業で使われております。これで本日のキャンパスツアーは終了です。皆様が少しでも日向山キャンパスについて知っていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。いかがでしたか。各専修のために作られた練習室が多く、個々の能力を伸ばしてほしい、そんな大学の思いを感じ取ることができました。最後に紹介するのは、今回の配信会場にもなっているプラネット淵野辺キャンパスです。 PFC と呼ばれているこちらのキャンパスは、今年4月に教育探究科学群が新たに新設されました。それでは VTR どうぞ。こんにちは、教育探究科学群1年の南遥です。本日は皆さんをプラネット淵野辺キャンパスのオンラインキャンパスツアーにご案内します。早速最初に紹介する教室に向かっていきましょう。まず最初はエントランスです。国旗やダンス機のはやぶさがあり、一番映えるスポットですね。ちなみにたくさんの国旗がある理由は、もともとこのキャンパスをグローバルコミュニケーション学群が使っていたからなんですよ。ところで皆さんは、教育探究科学群ってどんな学群か知っていますか？教育探究科学群は、人や組織の成長のためにリーダーシップを発揮できる人材を養成する学群です。そのために教育学を中心に社会学や心理学などの周辺領域を学んでいきます。学校教育にとらわれない教育というのがポイントです。こちらは1階の PF 企画教室です。もともとは芸術文化学運が発表するために使用していた大きなホールを工事で教室に変えました。実際に入ってもらうと、なんとなくまだホールの匂いが残っています。このキャンパスの中で一番大きな200人規模の教室です。1年次は学群生全員がこの部屋で受ける授業があります。教育探究科学群の 1,2 年次はほとんどが必修科目で構成されています。みんな同じ授業なので、履修登録で失敗する不安がないのが特徴です。 PFC の時間割は他のキャンパスと違うところがあります。
なんとお昼休みが100分もあるんです。必ず2、3限のどちらかが空きコマになるので、その時間がお昼休みとなります。普通よりも長めなので、近隣の飲食店でのんびりしたりできます。固定のお昼休みの時間はありませんが、授業時間や休憩時間は変わらずそのままです。ここは2階のピアラーニングティーチングハブです。ここにはティーチングアシスタント、スチューデントアシスタント、通常 TASA が駐在していて、学業や探究について相談することができます。またこの部屋で他のキャンパスにある図書館の方を取り寄せることもできます。こちらはティーチングハブからつながっているラーニングコモンズです。いわゆる自習室ですね。ハブとつながっているので、わからないことをすぐに TASA に聞くことができます。開放的な空間でコンセントもたくさんあるので、快適に過ごすことができます。こちらは森をコンセプトとした通称森部屋で、自習室やミーティングルームとして利用できます。スクリーンが設置されているので、ちょっとした発表にも使うことができます。靴を脱いで過ごせるし、ヨギ棒も置いてあるので、学生たちの憩いの場となっています。4階の教室には手元をプロジェクターに映せるカメラが各部屋に設置されています。その教室を出るとすぐそこにテラスがあります。テラスの花壇には様々な植物が植えてあり、奥に小さな日本庭園のようなものもあります。ベンチでご飯を食べることができるので、ちょっとしたピクニック気分を楽しめちゃいますね。次は3階のパソコン室です。お気づきになりましたか？実はここにはパソコンがないんです。皆さん一人一人にパソコンを持参してもらい、授業を行います。パソコンと言われてもどうすればいいのかわからないなぁなんて人もいると思います。ですが、その心配もいりません。教育探究科学群の生徒全員にノートパソコンが配布されるので、足並み揃えて授業に取り組むことができます。月曜日からも水曜日の 3,4 限は授業で使う予定ですが、それ以外は学生が自由に使えます。こちらはグループディスカッションルームです。自由に話し合いすることができて、グループワークに最適です。また事務員さんが駐在しているので、奥の教員オフィスから教授を呼んでもらうなんてこともできちゃいます。以上でプラネット淵野辺キャンパスのオンラインキャンパスツアーを終了します。この動画だけでは情報量が少ないと思うので、ぜひ実際にキャンパスにお越しください。またわからなかったことは個別相談なので、詳しく聞いてください。それではご視聴ありがとうございました。いかがでしたか？実はこの配信があるまで入ったことがなかったんですが、このキャンパスでどのような教室があるのか、どんなことが学べるのか知ることができて、僕にとってもいい VTR でした。さて、冒頭でお話しした通り、桜美林大学には今回紹介した3つのキャンパスの他に、町田キャンパス、多摩キャンパス、合わせて5つのキャンパスが存在します。また本日同時に開催されている大学型オープンキャンパスではキャンパスツアーを行っています。今回のキャンパス紹介で気になった方は、大学型オープンキャンパスで開催しているキャンパスツアーにもぜひご参加ください。この後は桜美林大学の留学プログラムについてお届けします。